最初にシナリオをいただくんで、うん、大体の、うん、で一番最初にこうそれを 読ませるので高橋さんの中で世界観というのは決まってますから、うん、その中で想像してこういうサウンドはどうですかみたいな、うん、仮に作って渡した、うん、ゼノビアスの時にもすごく宗教色を出したんですけど、これは今回はもっとさらに強くっていうことでグレゴリアン聖歌を使うっていう、基本的にいつも考えてるのは誰もやったことないことをやるっていうのがもうこれが前提ですね。で同じことをなるべくやらない、物事を何かするにしても自分のこの意思によって全然見方が変わるっていう、そういったことがすごい書かれてあって、まあ、音楽にも同じようなことが言えると思うんですよね。自分の意思によってその抽象的なものを自分なりのものに固めていけるっていう、多分今回のゲームはそういったことが言いたかったんじゃないかなって思うんですけど。で最初はそのニューヨーク、アメリカの方を考えてたんですけど、ゲーム内容からしてアメリカじゃないでしょうみたいなそのゲームの世界観からなんか行く場所を決めてるみたいな。いや、めったにないですからね、こういうチャンスで。オーケストラデビューがロンドンフィルですからね、うん、恐ろしいですよね何を考えてんだか、うん、すごい楽団なんだろうなっていうイメージしかないですよね。もう映画もたくさんやってらっしゃるし、そういうすごいすごいっていうイメージしかなかったですね。どうせやるんだったらもう自分のサウンドでオーケストレーションしてみようっていう、まあ、ある種開き直りみたいなのはありましたけどね、今回は。でもそれを逆にこう楽しんでもらえると非常にいいかなと。それはドキドキしてます。自分の想像を多分はるかに超えるようなことを出してくると思うので、まだ経験したことのないサウンドが聴けることを本当に楽しみにしています。